両チームの激闘によるドラマが始まろうとしています。サポーターの声に応え試合を制するのはどちらなのか。今日の舞台はキングファハドスタジアム。天気は晴れ、最高のピッチコンディションの下で試合が行われます。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。今日はどんなプレーが繰り広げられるんでしょうか。期待が高まるこの一戦、アルヒラルがレアルマドリードと対戦します。よろしくお願いします。今日も西コンビで頑張っていきましょう。さあ注目のベリンガム、この試合でもスタジアム中から熱い視線が注がれています。どんな状況でも決めてきます。実に見事な決定力ですね。20世紀最高のクラブといえばこのレアルマドリード、最近はバルセロナに押され気味でしたが盛り返していますね。はい、ベイル、ベンゼマ、クリスティアーノ・ロナウドのBBC トリオが強力ですからね。このチームはとにかくピッチ全体で相手にプレスをかけて敵に落ち着いてパスを出させないプレーが好みですね。今日のラインナップからしていつも通りの戦法を期待できますか。そうですね、プレッシャーをかけられたチームは攻守のバランスが崩れミスが目立つようになりますからね。今日も強い圧力をかけてくるでしょう。こちらがレアルマドリードの先発メンバーです。ゴールキーパーはクルトワ、エデル・ミリトンとリュディガーがセンターバックに、ビニシウスとロドリゴが中盤のワイドな位置、そしてトップはエンバペです。試合が始まりました。セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、エデル・ミリトン、ベリンガム、エンバペ、ロドリゴ・シューバ・デ・ゴエス、キリアン・エンバペ。レアル・マドリーのチャンスになりそうです。バルベルデ、これは読んでいたか、インターセプトしました。ロドリゴ・シューバ・デ・ゴエス、サーレム・アズ・ドーサリー、ロディ、この位置でカットした。ロドリゴ、ベリンガム、相手チームがボールを持ちます。ミリンコビッチ・サビッチ、マウコム、ジョアン・カンセロ、ミリンコビッチ・サビッチ、ボールを保持できません。ビニシウス、タッチを割ってスローイン、バルベルデ、マークを振り切った。ここは別の選手がカバーに入って対応しました。ジョアン・カンセロ、このパスを生かせるか。ミトロビッチ、レベス、ディフェンスがうまく対応。バルベルデ、ボールポゼッションは相手に移ります。
エンバペ。ボールを運びゴールに襲いかかります。さあリードできるか。キーパーが止めた。得点ならず。レアルマドリードのコーナーキック、勝ち越すチャンスです。ボールを入れました。これはミスでしょうか。クリアしきれていません。ビニシウスジュニオー、ここはキーパーがダイビングで防ぎました。ロドリゴの蹴ったボールが中央へ。素晴らしいセーブでゴールを死守。フェデリコ・バルベルデ、マークを振り切ります。力強いシュートでしたが、これは少しそれてしまいました。ミリンコビッチ・サビッチ、レアル・マドリードがボールを取りました。味方につなぐこともできます。攻撃はここで止まりました。ボールは相手チームに渡ります。ミリンコビッチ・サビッチ、相手ボールになります。レアルマドリードがボールを持ってからもう10分以上経ちました。チャンスを作り出せているし、リズムに乗って攻めていますね。勝利への流れを引き寄せているようです。勝ち越しゴールなるか。これを止める。ゴールを割らせません。ショートコーナーです。ビニシウスが自ら蹴り込んできました。ゴールを狙う。シュートはディフェンスに当たりました。ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。アディショナルタイムは1分との表示。サーレム・アズ・ドーサリー、このプレーはホイッスル。レアル・マドリーにファールがありました。ここで前半終了です。ハーフタイムに入ります。この人はここまであまり名前が上がりませんが、どうでしょう。今日はいいところでボールをもらえていませんね。勝ち越しゴールを狙うならチームメイトとの連携を意識すべきでしょう。後半がこれから始まります。動きがあるでしょうか。前半はちょっとチャンスが少なすぎました。もっと積極的にゴールを狙ってほしいですね。このプレーはオフサイド。レアル・マドリーのフリーキックでゲームが再開されます。
オーレリアン・チュアメニ、フェデリコ・バルベルデ、ベリンガム、エンバペが自らアタッキングサードへ運びます。審判はレアル・マドリーのフリーキックを指示します。バルベルデ、アタッキングサードでボールを回していきます。しかしここで一旦相手にボールが渡ります。サーレム・アズ・ドーサリー、ロディ、パスをカットしました。相手の攻撃を断ち切ります。仕掛けてくるのか、キーパーがセーブします。ボールをキャッチしました。ジョアン・カンセロ、マウコム、ルベン・ネベス、ジョアン・カンセロ、ジョアン・カンセロ、オフサイドの判定でプレーが止まります。残り時間は30分です。レアル・マドリードのコーナーです。ここでリードできるでしょうか。ベンチに動きがありそうです。ショートコーナーです。ヴィニシウスが狙う。再びシュートチャンスになるか。互いにキーパーの壁を破れません。どちらが先に得点を挙げるかが勝負の鍵になりそうです。さっきのスーパーセーブに阻まれなければ均衡を打ち破れていたんですけどね。さあしっかり守ったのでここから反撃でしょうか。真ん中にクロスを上げた。ベリンガム、ベリンガム、エンバペ、これはパスカット。ルベン・ネベス、ルベン・ネベス、相手にタックルしてポゼッションを取り返しました。エンバペのドリブル。さてここからどのような攻めを見せるでしょうか。しっかりとブロック。マドリードにファウルがあったようです。ミリンコビッチ・サビッチ、マウコム、残り時間は10分です。時間もありません。なんとか勝ち越したいレアル・マドリード。攻めます。これはキーパーがセーブ。難なくシュートを防ぎました。マウコム、ルーズボールです。ボールはどっちだ。エンバペ、
ロブで裏を狙います。チャンスになりそうだ。ベリンガム、バルベルデ、ディフェンダーを抜いた。キーパーも慌てませんね。プレッシャーをかけられても落ち着いてキャッチしました。負傷者対応に要した2分がアディショナルタイムに加算されました。サポートを使えそうです。試合終盤のビッグチャンス、このコーナーを決められるかレアルマドリー。両チーム動きます。コーナーからエリア内へ。これはミスでしょうか。クリアできていません。ここでタイムアップ。両チーム同点のまま90分の戦いを終えています。延長戦前半がスタート。ゴールを決めた時点で勝敗が決するゴールデンゴール方式です。アレクサンダル・ミトロビッチ、マルコム、シュート。ここはキーパーに防がれました。ベリンガム、ルカ・モドリッチ、ベリンガム、フェデリコ・バルベルデ、スペースに見事なロブパス。ここはキーパーの技が光ります。サーレム・アズ・ドーサリー、ロディ、マーカーを抜いた。現在スコアは同点。アレクサンダル・ミトロビッチ止めた。キーパーがチームを救いました。今のプレーは大きかったですね。このコーナーは誰に蹴るか。少し距離のあるところから頭で狙いましたが、ボールはポストの外へ。フェデリコ・バルベルデ、副審がオフサイドを取りました。意思疎通が不十分で見切りで飛び出してしまったように見えました。パスを出す方も相手を待ってあげないといけません。ミトロビッチ、かなり押し込まれた位置でしたがうまく対応しました。カウンターのチャンス、仕留められるか。モドリッチにチャンスです。見事なセーブ。素晴らしいセーブです。最後まで集中を切らしていません。レアルマドリードの選手交代です。中に入れた、決まった。ゴール。ではリプレイを見てみましょう。
お手本のようなコーナーキックですね。うまく頭で合わせてフィニッシュ。素晴らしい反応でしたね。